アジャスターボルトを下げて、キャスターが浮くまで下げます。4点浮かしてください。水平器を使って水平を取ってください。コンセントを挿します。こちら感度はこのぐらいで今設定しています。これよりちょっと下げてもいいですけども、あんまり上げると誤作動起こるので上げないでください。左がバックスピードです。戻る時のスピードが調整できます。こちらはお好きな速度に調整してください。電源ボタンを押すと電源が入ります。コンベア運転を押すとコンベアが動き出します。何も感知しないと良品カウンターが1と増えます。リセットを押すとゼロに戻ります。 1.2 ミリのテストピースです。ベルトは一応調整していますが、輸送などの揺れで狂うことがあるので、もし蛇行するようでしたら、どちらかのネジを基準に右に回したり左に回したりして寄る方を確認しながら、ちょうどいいところに持ってきてください。